どうも、ボショウです。今回は今年買って本当に良かったなと思ったライトシャージングのアイテムベスト5をご紹介しようと思います。今年ライトシャージングに関して言えば僕は本当に飛躍の年、上達できた年になったと思います。それはもちろん魚がよく釣れたっていうのもありますが、それ以上にミスがなくなった。そして怪我をすることがなくなった。釣りがすごいスムーズにできるようになりました。それは僕が釣りに慣れてきたっていうのもありますが、それ以上に今から紹介するアイテムによるところが本当に大きいです。なのでこれからライトシャージングを本格的に始めてみたいと思っている方、あ、そんなアイテムあるんだ、あ、そんな使い方あるんだっていう発見が必ずあると思いますので、ぜひ見ててください。それでは早速第5位から。第5位はフィンガープロテクターです。はい、これは自分が投げる方の手の人差し指につけて指先を保護するアイテムになります。このフィンガープロテクター、ご存知の方もいると思いますが、ご存知じゃないという方もいらっしゃると思います。そんなも踏まえて、僕が堤防で見かける方でこれをつけてる方は全体だいたい 10% から 20% ぐらい、もうほとんどの方がつけてません。でこう言ってる僕もライトシャージング歴もう7年か8年になるんですが、今年になるまで一切つけてきませんでした。で何度か指先を切ったりもしてたんですけども、まあそんなもんかなと思ってたんですよ。で、今年になって、また釣りに行くようになって、こうどん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 投げたら、やっぱ指先が切れてしまって血がね、ドバッと出た時があったんですよ。でその時は何とかこうね、中指とかでごまかしごまかしやってたんですが、まあ、動画的に血を出しながらやってるのもちょっとやらしいというか、いかんだろうということで、初めてこのフィンガープロテクターを買おうと思って、まあ実際買ったのが、これだったんです。まあ、本当にこれはダサくて、買った時は正直がっかりしたんです。つけてみて、投げてみても、正直大して違いが感じられなかったし、まあこんなもんなのかなと思ってました。でも、まあせっかく買ったし、まあこういうの習慣づけようと思って、ずっとこれをつけて釣りをしてたんです。そしてある時、こう洗濯して釣りに持っていくのを忘れてしまって、こう素手で投げたんです。その時にね、ものすごく指先に負担を感じたんですよ。あ、これはすごい怪我をするなと。もうそれっていうのはやっぱりこれ一回つけてないと、その感覚っていうのはわからないんですよ。これをつけてることで、やっぱり相当守られてるんです。じゃこれちゃんと映ってるかわかりませんけども、これ、ね、結構分厚い生地なんですが、もう2、3ヶ月使っただけでもうボロボロになってます。これぐらいラインをつまんでキャストする、思いっきりキャストするっていうのはダメージなんです。それを全部吸い取ってくる。フィンガープロテクターがなければ、このダメージはまともに皮膚に来ますんで、怪我につながります。だからこれから本当にシャージングを始めようと思っている方はね、まず買ってみてね、つけてみてください。そんなに高いもんじゃないです。1000円ぐらいです。Amazon でも売ってるし、釣り屋さんでも売ってるし、フィンガープロテクターで探せば出てきます。1時間、2時間投げるだけではね、怪我とかすることはないと思いますけども、それが5時間、10時間連続で投げた時に怪我するのももったいないですので、まあぜひね、使ってみてください。僕はもう完全にこれ手放せないものになりました。それで第5位はフィンガープロテクターです。はい、そして第4位は水の入ったボトルです。はい、これは動画の中でもちょくちょく出てきて、たくさんコメントもいただきました。何やってるんですか？何入ってるんですかと。これはルアーやジグをサビから守るための水道水が入っています。これも今年たまたま居合わせた視聴者さんに教えてもらった方法とアイテムです。使い方はですね、こうやってリュックのサイドポケットに入れて持っていきます。で、このジグを選んでこう投げますと。で、使い終わりました。ジグ交換しましょうってなったら、ここのボトルに入れて塩抜きします。そしてまた新しいルアーをボン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 投げて、これもまた交換しますってなったら、またこれも入れますと。でしっかりこう針がついている状態までですね、水つけておきます。で、もうだいたい10分とか20分とか水つけ終わったなと思ったら、で僕の場合だったらこうやって出して、クーラーボックスとかにある竿受けのとこにこうやって引っ掛けて水を切ります。そしてある程度乾かして完了です。たったこれだけ。これだけでこのルアーのサビやジグがかなり軽減されます。そして僕はこの水入りのボトルのことを知らなかった頃は、使ったルアー、をもうそのまま放置。そして二つ目に使ったルアーも放置して、まあ、3時間でも4時間でも釣りをしました。そして家に帰ります。そして家の水道でさーっと流して塩を抜いたつもりでいましたが、その釣りをしている3時間4時間、プラス家に帰る時間の1時間ぐらい。
もうやっぱりサビっていうのは進んでるんで、どん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 1日2日ではなかなか出てきませんけども、3日目4日目からだんだん茶色くなってきて錆びてくるんですよね。だからやっぱり使用したらすぐに水につけることが大事です。大事なルアー、消しやすくないルアーですので、すぐに水につけて塩抜きしましょう。僕はこうやってリュックに入れたいので、こういうボトルを100均で買いましたけども、あとタッパーとかがいいっていうコメントもありましたんで、真水を持っていってルアーをつける、この習慣をつけると本当にいいかなと思います。ということで第4位は水入りのボトルでした。はい、それでは第3位、第3位はリアフックのついていないジグです。リアフックっていうのは後ろの針ということです。これがついていない。はい、これは今年買って良かったアイテムというよりも、今年気づいたこと、思ったこと、まあそんな感じです。そして今年本当にこういったノーマルジグがよく連れてくれたんですけども、僕はジグの考え方として、針っていうのはやっぱり前にも後ろにもついてた方が魚は釣れるだろうと思ってました。まあどっちかの針が刺さってくれたらラッキーと思ってたんです。しかも数多く売られているジグもほとんどが前に針と後ろにこういったトリプルフックっていうのがまあ基本になってます。だから袋を開けてそのまま使うことが本当に多かったです。でこれに対して何の疑問も持ちませんでした。そして本当によく釣れてくれました。でこの後ろの針でガッツしね、こう針口の中パッと刺さってる魚もいっぱいいましたし、このリアフックのありがたみっていうのも本当によく分かっていますが、今年の11月ぐらいですかね、ちょっと風が強くなってきたとかいう理由で、このリアフックのついてない前に針がついてるタイプのジグを投げるようになったんです。で僕はこの時にすごい心配だったんですね。もしかしたらバレてしまうかもしれないなと思ってたんですが、それかも逆で全然バレなかったんですよ。一回だけこのアシストフックがバチッと切られて逃げられたことがありましたが、針外れ、一回かかった針がパチンと外れましたっていうことが一回もなかったんですね。むしろこういった針がいっぱいある方がピッとした、やったバーでもバレたっていうことが多かったんです。僕が住んでる大阪でライトシャジングのターゲットっていうのは基本的にはハマチかサゴシになります。でそのサゴシっていうのが結構このリアフックで引っかかっていることが多かったんで、僕はサゴシにはこういうリアフック付きの方が絶対いいと思ってたんですが、こっちでも全然釣れたんですね。そういうことを考えると、少なくとも僕が住んでる大阪のライトシャジングに関して言えば、このリアフック付きのジグを使うメリットは少ないのかなと、むしろデメリットの方が多いのかなと。そして最大のデメリットといえばやっぱりテーリングです。ラインとリアフックが絡んでしまって、もうその一頭が無駄になってしまうということ。例えばこれが5回に1回起こったとすれば、20% チャンスが減るっていうことにつながると思うし、なんかね、僕の中でこのリアフックの意味がちょっとなくなってきたかなと思っていますね。もちろん11月から数匹釣れただけのことですし、試行回数も少ないことなんで、来年になったらまた逆のことを言うかもしれませんけども、これなんか自分の中でその釣りの考え方っていうかが少し前に進んだような感覚を覚えております。なのでこれからジングを始めた人がですね、投げるたびにこうやってテーリングを起こしてしまう、せっかく釣れたのにすぐバラしてしまうっていう時には、ちょっとこの今回のこの話を思い出してもらって、こういったリアフックを取るっていう対策で、前には針2本ぐらいがいいんじゃないかなと。1本じゃちょっと物足りない、ちょっと不安もあると思うんで、まあ、2本ぐらいがいいのかなと。まあ、ぜひこういった後リアフックのついてないジグを使うことを強くお勧めします。まあ、ちょっと買ってよかったアイテムとは違うんですけども、まあ、役に立つことかなと思いますので、3位にさせていただきました。ということで、第3位はリアフックのついてないジグでした。それでは第2位。第2位は海坊主のフィッシュグリップです。はい、これはね、買った時にも開封動画ということで紹介させてもらったんですけども、あの時はもちろんまだ魚を実際にグリップしたことはなかったんですが、あれから僕もこれを現場に持って行って何匹かフィッシュをグリップしました。その感想も込みでお話しますと、これを買ってマジで良かったです。本当に良かった。とにかく釣りの一番ややこしいところが本当にスムーズになりました。
ました。何がスムーズかってこのね、このトリガーの部分がすごい軽いし、このグリップの部分、ここがすごいちょうどいい力でグリップしてくれます。これが弱すぎるとこういった時に魚の重みで落ちてしまいますし、きつすぎるとこうね、離す時に外れにくいっていうこともあるんですけども、これが本当にちょうどいいグリップ力。このフィッシュグリップを使う時っていうのは、要は魚が釣れました。玉網ですくいました。それを堤防に持ち上げましたっていう時、その時魚はバタン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 してて、一番ややこしい時。こういう時に本当に怪我をしたり、物をなくしたり、物を壊したりしやすいんです。だけど、このフィッシュグリップでしっかりと魚をグリップして、暴れる魚をコントロール、本当にできるんです。そしてこれはこっからここまでが結構長いんですね。それでルアーを加えてるハマチとかがバタンバタン暴れてても、全然危なくなく口にグリップすることができる。そして魚を落ち着かせるまでこうしっかり、ね、動きを制御できる。コントロールできる。もうこれで一番ややこしいそのタイミングを本当にスムーズにすることができます。これは本当に僕の動画を自分で見返してみても、あの部分、魚を釣り上げてから締めるまでとかクーラーに入れるまでのところが本当にこれによってすごいスムーズにっていうのが自分でもわかります。前まではなんかこうフィッシュグリップを使わなかったり、もう短いやつでやったりしてなんかもた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 してたんですけども、これによって本当に見違えるほど釣りがねスムーズになりました。で、ライトシュワジングをする人はこのフィッシュグリップ、もう必需品です。間違いなくいるものです。もう竿やリールと同じぐらい必要なものです。買うんであれば、もうそこそこいいのを買った方がいいと思います。もうわからなければ、この海坊主さんのこれを買ったらもう間違いないと思います。で、僕もその他のフィッシュグリップとか使ってないんでわかりませんけども、とにかくここが長いっていうのがすごく重宝するし、使いやすい。ね、ライトシュワジング以外にも、ね、チヌとかグレとか、もうそういう魚にも使えるし、もう本当ね、ネットで探したらピンキリありますけども、そこそこ。ちなみにこれは4000いくらだと思いますけども、のものを買えばいいんじゃないかなと思います。ということで第2位は海坊主のフィッシュグリップでした。はい、そして第1位。第1位はハンズマンで買いました腰袋です。これはですね、本当に僕の釣りを劇的に変えてくれました。もう本当に買ってよかったなと思うので、ぜひぜひおすすめしたいアイテムです。で、僕はライトシュワジングするときは大体堤防でやるので、こういったベルト式のライフジャケットを使っています。これは多分大工さんのベルトを通すとこだと思うんですけども、それに通して使います。して腰に巻くと。そしてこの中に入っているのが、さっき紹介したフィッシュグリップ。ここにはプライヤー。そして前の方には UV ライト、ブラックライトですね。そしてここにラインカッターもついてます。そしてここには魚を締める時のピックが入ってます。この5点。この5点がここに収まっていることによって釣りが劇的に変わりました。そしてこの腰袋を買うまで僕はこのフィッシュグリップとかこのプライヤーっていうのはリュックに入れてました。だからいざ使おうと思ってもリュックまで戻らなきゃいけないというか手元にはない状態だったんです。そしてこの UV ライトとかにしても車からポケットに入れて持っていく。一応持って行ってはいるんですけどもここにあるっていう整理整頓っていう意味で全然できてなかったんですね。で、いざ使おうと思う時に手元にないっていうことがやっぱりすごく響いてくるんです。それは例えばエソが釣れてリリースしようと思った時にプライヤー使いたいけどそれはリュックにある。戻らなきゃいけない。めんどくさいな。それやったらもう手で持って逃がそう。っていう時に針が刺さって怪我してしまったりとか。で、本命のハマチが釣れました。で、堤防まで持ち上げました。フィッシュグリップ使いたいけど、めんどくさいな。じゃあもう手でもと。まあ、そこで、まあ、ヒレで怪我をしたりとか、いうことがやっぱありました。なので、この5点ですね。フィッシュグリップ、プライヤー、UV ライト、ピック、そしてこのラインカッター。この5点っていうのは、持っていくだけではなくて、身につけておかないと意味がないんです。意味がない。少し本当に実感しました。だからそれを収められるこの腰袋は本当に今年のベストバイになりました。まあ、これは偶然なんですけども、この UV ライトとかね、入ってるこのポケットなんですが、これガバガバじゃないんですよ。ちょうどこう、なんつうんだろう、きつめというか、
ギリギリの厚みなので、こうテトラとかでこう歩いたりとかしても、これがポンと飛び出さないんですよね。まあこれたまたまサイズがあったっていうだけなんですけども、こういうフィッシュグリップにはこういったこうカラビナとかもいっぱいついてるんで、こういうフィッシュグリップとかは落ちないようにできるし、だからすごく機能的。なのでこれから僕みたいに基本的には堤防で釣りをするんだっていう人はこういうライフジャケットを買って、こういう腰袋を使って、この5点セットをセットにまとめておく。もうこれでめちゃくちゃ釣りはね、楽しく楽になります。快適になります。もうこれは本当に超おすすめですので、ぜひこのスタイル真似してみてください。はい、ということで、ね、今年買って本当に良かったなと思ったライトシャージングのアイテムベスト5を紹介しました。そんなん全部知ってるよっていう、ベテランさんも見てくれてるとは思いますけども、今年僕が本当に買ってみて、実際使ってみて良かったものがこの5点になりますので、誰かの参考になればいいかなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。